分間英単語、今日のテーマはチャーム。チャームっていうのはいろんな意味があるんだけども、もともとチャームっていうのはここからここまで終わりとかおしまいを表すんだね。そこから例えば1学期2学期の学期考えたらね、1学期2学期の学期ってここからここまで決まってるよね。そして決まった人間の付き合い、そう間柄なんて意味もある、それから条件とか条項なんて意味もある。まあいろんな意味が発生するんだけども、ターム終わりおしまい、そこから、例えば他にどんな単語があるかな、終着駅のことをターミナルっていうね。そうターミナル、終わりだからだね。ターミネートというのは、ターム、ね、何かを終わりの状態にさせる、ねまあ、そこから何かをですね、根絶やしにするなんていうのがあるんだけども、そういう、まあターム、終わりおしまいというニュアンスからいろんな意味が発生していることを覚えておこう。